FF7 リメイク。はい、こんにちは、佐々木ひかるです。FF7 リメイク実況続き、やっていきましょう。みんな、来たぜ！いよいよ FF7 リメイクも、大詰めでございますね。新ラビル、ついちまったよ。いよいよ潜入。まずは、クラスファースト、元クラスファースト、ソルジュ。クラウドの言う通り裏口から入っていくっていう感じだね。おお、やっぱりいっぱいなんか物資を運んでますね。さすが大企業。あれってシンラの車だよね。ほうほう、あ、もしかして飛び乗るぞ。出たー得意、屋根に登るの得意なんだよ、もう身軽に身軽に行こうぜ。身軽にリーダーティファもノリノリだよ。おい、よくスッと乗ったな。おい、バレてないの？だいぶスッと乗ったな、おい。おー、新ラビルの中に。いやー、もう兵士いっぱいいますよ。新ラビル、地下駐車場。いや、気づかれるでしょ、絶対。いや、どんなに身を下げても気づくでしょ。どんなポンコツだよ、こいつら。エリート兵じゃねえのか。外はどうだった？気づいてない。まだ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 、待って。ダメよ、バレット。おならしないでよ。おならしたらダメだよ。そっちは異常なし。気づかんのかい。了解。気づかんのかい。よし、行っていいぞ。入れるかい。検問無事。おおわあ。おならじゃなくておけつアタックの方でした。なんだ。オーケー、やってやろうじゃないの。お敵ちゃんよ。どこの雑魚だ。上級兵。聞いてあげれるぜ。あら。ブレイバー、よいしょ、かわしたって無駄だ。あらザコベ、まだ来た。動くな。どこだ。大歓迎だぜ。大歓迎よ。不器用なもんだよ。あらブレイバー、まとめて叩ききっちゃら。バレット、アンガーマックス、ティーファー、オーバードライブ。あらよいしょ、もらいや。クラウドはブレイバー。オッケー。展開になってきたな。先を急ごう。正面突破が大好きか。通用口。ちょっと待って。今こう通り過ぎたこういうところにアイテムとかマテリアとかが置いてあるっていうのはもう RPG の原則ないよ。あ、原則ないよ。大体なんか押して。先を急ごう。アイテムなんかに気を取られてる場合じゃない。先だ。敵はどこにいるかわからないぞ。あ、いますね、いますね。ヒットポイント大丈夫かな。スニークミッション、スニークミッションでいきましょう。おい、どうなってる。本部と連絡が取れないらしい。侵入者の仕業か。わからん。そうです、こんにちは、侵入者です。ブレイバーで叩き食える。おら、ん、どこだ、いるか。じゃあ一人で行かないで。あ、ソルジャーサード。おら、サードな、聞いてあげれるぜ、ソルジャーサードさんよ。ブレイバー叩き切る。ソルジャーさんよ。こっちはクロスバーソーぜ。おら、ブレイバーで叩き落とす。ガンガン進むぜ。ザコメ、走りすぎるなよ。あ、こっち、こっち行くと奥進めちゃうのか。ちょっと待って、このフロアも少し見させて。あ、ちょっとガンガンやるのはいいんだけど、ちょっと疲弊してくるよね。意外と心霊ボックスがなくて、きっとクラウドだけめっちゃ食らってるね。ごめんな、二人とも。お前らは冷静に戦えるかもしれないけどさ、口では冷静なこと言っても敵が目の前にいるともうね、はい、肉を切らして骨を断つ的なね、そういう戦い方しかクラウドちゃん、さあ、それくんできないわけなんですよ。いますね、いるね。おら、犬、ワンコロいた。俺の宿敵ワンコロ、てめえ、あら、くそ、てめえ、この野郎。おら、おら、雑魚が。ラピッドチェイン。おら、やべ、なんか手榴弾投げきしてこいつら。これ、いて、こ、くそ野郎、てめえ、いいね。おら、消えろ。可愛いワンコロだったらよかったのにね。サンキュー。お、なんか宝箱あるじゃんね。いやー、やっぱ奥深く来た。このラストダンジョン風ダンジョンでいいやつあるんじゃない。ファイヤー確定。と
ほとんど使ったことない。こういう手榴弾とかさ、何こうなんかこう トラップ系のダメージ与える系の武器ね、武器アイテムか、ほとんど使ったことないわ。サキュー、うん、さっきはあこれどうやっていくんだ、あこの下をくぐっていく感じですね。行くぞムンダラ、よし、敵がいっぱい、おめっちゃ待ち構えてんじゃん盾持ってこっち向いてるじゃん、戦いたくて仕方ないじゃんお前ら。あーそうなんもないね、オッケー、いいだろう、お前ら戦いたいならやってやるよ。ああ裏に回ってケツを切れブレイバー、あら痛い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 、もうごちゃごちゃしててわからん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 、ブレイバー痛い、いっと、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと痛い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 、焦んな焦んな、戦ってやるから、おめえちょっとちょっとクラスに気あるオッケーオッケーオッケー、あら気をするブレイバー、よし、オッケー、ケツ一匹ずつ確実に、よいしょよいしょ、覚悟はいいか、あれいいね、よし、どこだ、あとはクラスターとか、よし、ティファオーバードライブ、この野郎俺のティファに何すんだこの野郎、ヘイ叩きくれバレッタアンガーマックス常駐鎮圧区ウシ後ろがガラ空きだぜ。サキュー片付いたか、通報されてないといいけど、早くここを離れよう。いやいやめっちゃ通報されてるでしょこんだけごちゃごちゃやったらあいつらもただのバカじゃないんだから、ああまあいい、どんだけ来てもいい。いやなんかやたら宝箱出てくんな、 MP カード中途半端なアイテムだったらさ、メガポーション嬉しいんだけど MP 回復したよね。うーんいいでしょ、この先だね、かなり入り組んでるね。おう自動ドア、あえなにここ、あ見れないの、なんかあのモニターとか見たいじゃん、すげえパソコンいっぱい並んでる、なんかメモとかも置いてあるし楽しそうだ。おおすげえ新ラビルじゃん、裏口から本店新ラ入ってた、エントランス新ラのマークもございます、あそこで記念写真撮ろうぜ。あーなるほどね、いやもちろんエスカレーターでしょはい優雅に出社、おい誰だよ俺たち、おいお前たち来いよ、なんで俺一人だけなんだよ、行ってやろう、ほうほう、ここが死んだ、おいちょっとなんか落ち着き払ってんな、嘘でしょ、おいみんなこれ記念写真撮ろうぜ、バルト・ティファおいでよ、シンラの前に、シンラの前にちょっと立って、聞かねえな。じゃあ、はい、パシャリ。バレットそんな嫌？シーラの前で記念写真。あー、なるほどね。わ、すごい、シーラってかっこいい。パンフレットもらっとこうぜ。フリーペーパーかな。うわー、これでいよいよ中だな。すげえ！めっちゃかっこいい。シーラビル、エントランス。おはー。誰もいねえな。お出迎えはないのかい？アバランチが来てやったぜ。ああ寂しいな。エアリスの居場所、見当はついてるの？ついてないでしょ。新のビルには詳しくないのかな？おそらく、科学部門の研究施設だ。科学部門？研究施設？どこにあるんだよ。知ってんの？教えて。やっぱり詳しいのかな？クラウドはここに来て。多分、上の方。ずっと上だ。そうだ。新ラビル。長く長い道が続く。多分かよ確認しようか、受付でわかるかな。受付のお姉さんに聞いてみよう。すいませんっつって、ちょっと知り合いが研究されそうなんですけどっつって。綺麗な建物。ムカつくぜ、ピカピカの壁、いつか粉々にしてやる。明日以降で頼む。へいへいへい、今日はエイレス奪還が目的だバレット。いやすーげえ、わー宝箱ある、すごいわ、あの頃見た死んだビルがこんなに、うーわー、ちょっと上行ってみてもいい、まあ多分上行っ
ってもそんなに多分なんだろうな、行けるところはないとは思う現状だとね。だからめっちゃかっこいいんですけど、このなんか絨毯引いてある階段とか上、あおー、あとでよろしく。なんか完全に締め切ってるね。許可されたカードキーが必要。なるほど、おいおいカードキーを入手して中に入っていくって感じかな。おい、なんでこんな手払ってるんだ、バレてるじゃねえか絶対。いや、ありえないでしょこんな大企業でさ。え、もう定時退社時間過ぎてる、嘘だろ、ブラック企業なんだからさ、もっと働いてるやついるだろうよ。うわ、すごい、マジすごい。いや、なんかもうあれだね、みんな昔のやつをさ知ってる人いっぱいいると思うんだけど、この動画見てる人、うん、なんかもうありがとうございますとしか言えないわ。すごい、いや、すげえな。よし、まずは受付だ。受付の姉ちゃんに聞いてみよう。いねえ、姉ちゃん、姉ちゃんいねえじゃん。封鎖されてる、触らない方がいいよね。これ触ったらビービービーってなるんじゃないの。とにかく上へ向かおう。上へ向かおうか。新ラビルの情報、これ触ったらどうなるの。あ、触れないのか。うん、またあいつら行っちゃったよ。うわ、すごっ、見たい。これなんか昔も思ってたんだけどさ、なんでこんな車飾ってあるの。シンラって何、自動車企業からが始まってるの。まず登っていこうか。で、どうやって上がる。この先にエレベーターと非常階段がある。研究施設はすんげえ上にあるんだろう。エレベーターに1票、階段に1票。こういう時は体力使おうぜバレット。その振って足は何のためにあるんだ。まあ、さっきもちょっとちょろっと見ちゃったけれども、開かないんだよね、許可されたカードキー。エレベーターはどこにあるんだい。この先だといけないでしょ、あれでしょ、エレベーターって。すんげえ、なんか4本もエレベーターあるけど、ダメだよね。非常階段しかないんじゃないのバレット、歩こうぜ。鍵がねえと上がれねえってわけか。カードキーだね。このビルの鍵はカード型みたい。ジェシーがいればね。カードキーならどこかで見たな。どこで、俺全然知らないよ。ご存知？あー、そこ、わーい、受付かすごい記憶力だね。どうする。ああ、カードキーが欲しい。上から行けないかな。あ、上からスポット入っていくって感じ。ほら、あの照明を伝っていけば届くかも。おい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 、急なマリオやめてくれ。無理だろ、マリオじゃん完全に。まあ、クラスファーストならいけるよな。私がやってみる。キバが行くの。いやいや、クラウドでしょ。この中なら私が一番身軽でしょ。まあ、確かにそうなんだけど。二人は見張りをお願い。かわいいな。急なプレイヤブルキャラクターティファ。あっそう、なんかティファ操作できるの新鮮だな。イエーイ、クラウドバレットついてきて。うティファが椅子を壊してます。おてんばガールです。行こうか。じゃあ行ってくるね。おい、気をつけろよ。回し て, て、うん、行くよティファ。はい怖い。え、なんか順番とか、おおお、あ、はい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 、くるっと回って、え、どうせって、はい、もうティファに無理くりさせないで。大事な嫁入り前の体なんだから、傷とかつけたらダメだよ。もうティファのことが一番心配。すげえいい子だからさ、ダメよ。俺は右とかに行けばいいのか。うん、よいしょ、頑張って。おお、あ、どう、大丈夫。びっくりした。なんか行き方があるのかな。あ、違う違うところに降りてきちゃった。あ、はあ、さっき見えてたところだな。ちょうど向こう側だよね。内側に入ってきちゃったんだ。リトライじゃないんだね。まあ、順路っちゃ順路か。やべ、これ一人でいるときに敵とか出てこないよね。やめてよ、ティファは。うわ、すげえ、これが、なんかよくわかんねえけど、鉄道から始まってんのかな、神羅の歴史。やたらこう、
乗り物だね。こういうモーターとかさ、電車とか車とか、そういうものを多分作って、どん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 企業を大きくしていったのかな。わー、宝箱あるじゃん。まあ、そんな風に見受けるけどね。サキュー、こういう宝箱は重要でしょう。何ですか？金なんでこれ博覧会的なところでさ、金落ちてんの、おかしいだろ。あー、どうしたらいいかな。なんか登れるところを見つけなきゃいけないよね。あー、どうする、ティファ行けそうなところある？あ、なんかあそこ光ってね、怪しくね、これなんかスイッチ、機械、あ、違ったこれなんかこの光が反射してない、ここがなんかスイッチみたいになって、このバリアみたいなのが取れるのかと思って、違うんか。どっかからよじ登るのか、ちょっと探してみようか。あ、わかったぞ、これ登れるんじゃね、ティファ、これ登れる、あ、違う、階段あるなんかここの、なんかこれちょっと段々になってるじゃないですか、これ右から。で、ティファがこっちから乗って、ストンストンストンって言って上に行くのかなと、違うな、これ。はしごあんな、ここに。で、これ上、これはしごあるよね。どっから登るんだ？やっぱりそうなんじゃないの？車から登る感じ？あ、こっから登るとか？じゃあ、ティファ。じゃあ、これ登っていけばいいじゃん。あ、あ、登れた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 、マジかよ。あ、マジだ。あ、マジだ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 。あ、いけた。おい、マジかよ。おい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 。ちょ、待てよ、ティファ。はしたない、はしたない。おてんばもすぎるぜ。腕力勝負？腕？え？腕？やってみるしかない。お、マジか。リアルサスケ？リアルサスケいっちゃう？これ多分、ここに上に、よいしょって登って、はいはい。リアルサスケでしょ？向こう側も行けそうだよね。宝箱あるじゃん、ほら、あそこ。こう、降りれない？あ、わかった、あ、わかった、ちょっと待ってよ。ごめんな、ティファ。宝箱が見えたんだけど、多分、ちょっと、ティファ、こっち、じゃあ戻ろうか。一回戻って、これ下の階層から、はい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 、一回下の階層戻って、ここ登れるっしょ？ほら、宝箱見えてんよ。で、こっちから、おいしょ、おいしょ、おいしょと言って、降りて、ほら、いやもうこんなん絶対、これイベントの途中でさ、見つかる宝なんて絶対いいもん。でも見逃すじゃん、みんな。うん、あ、でも見逃し要素だから、めっちゃ強いアイテムではないけど、手に入れたらすごく進行上いいみたいな。めっちゃいい防具。グランドが、マジ来たよだれがよだれが。マジ来た、マジ来た、マジ武器来た。え、ティファのアイテムじゃね？うわ、来ましたよ、皆さん。なんだこの色、毒々しい。え、こんなのティファに装備させたくないんだけど。グランドクラブ。聖剣好きだって。野生の魔獣の規格で作られ、体力が向上しやすいグローブ出す。グローブ出すっつって。あ、バースト時のダメージ倍率アップだって。聖剣好き、正面の敵を素早く突きます。バースト時ダメージ倍率アップってことで、うわ、いいじゃん。これちょっとせっかくだから装備しようか。ちょっとアップグレードウェポンもちょっと軽くやっていこうかな。なんか攻撃も防御もすごくバランスのいいグラブですね。あー、なるほど、素早さアップとかクリティカル系ピンチにダメージアップとか、そういう感じか。あー、ピンチに強い感じね。あー、クリティカルダメージ、だ、攻撃系か。ちょっとマテリア穴拡張はちょっとしとこうかな。うわ、秘技。強打爆裂ラッシュ、小打ラッシュで与えるダメージが上がるだって。え、でも聖剣好き使えちゃったらさ、あんまり秘技やる意味なくない？聖剣好きでもダメ、バースト中ダメージアップできるんでしょ？なんかどっちかったらそっち狙っちゃうよな。うん。こんな感じか。物理攻撃66の魔法攻撃53。今まで何装備してたっけ？今まではレザーグローブ装備してたのかな。あ、だからレザーグローブの方が強いのか。また結構クリティカル確率アップとかクリティカルダメージアップとかっていうのを装備したので、なんかちょっと尖った能力があるかもしれないですね。見た目よりも強いかもしれない。クリティカルが出やすいから、なんつってもこのアビリティ、聖剣好き、バーストのダメージ倍率アップっていうのはいいよね。バースト時にさ、聖剣好きバーズドンズドンやりまくったら、秘技解放って一回秘技解放、キー解放ってちょっと間があるんで、ちょっとやりにくい部分はあるんですよね。
これちょっといいのを手に入れたかもしれない。うん。それでいてこのマテリア6個っていうのこの鬼マテリア女ね。鬼マテリア女っていうな。うん。おお、ちょ、鬼マテリア女はちょっと強いかもしれないな。いや、めっちゃいいの手に入れた。頑張ったね、ティファ。自分で手に入れて自分でいいの装備出てきちゃったもん。口回ってねえけど。整形、いやね、ちょっとね、ティファの、なんだろうな、アビリティ、ちょっと弱いですよね。操作キャラで、秘技解放2連発して、からのショーダラッシュとかは強いんだけど、なかなかやっぱりクラウドを操作してる時間が長いと、そこまでやってやれないというかね。だから聖剣好きはズドンズドンズドンって連発できるのはちょっと嬉しいかも。いやいやいや、いいな。なんかそういう宝箱的なものを他にも隠れてたりしないかな。ぐるっと見渡してみる。え、でもいけそうなとこ今のとこぐらいかな。ぐるーっと回っていくんでしょこれきっと。よし、頑張ってティファ、お前の見事なその割れた腹筋、そして見事な細身だけど詰まった筋肉、ああおお、ヒュー、ミスティクレイ。お、なんか矢印あるの。あ、こっち側行けってことね。オッケー、了解。よしよし、いいぞ。ティファ頑張れ。よいしょ、よいしょ、ごめんな、ティファに。こんなことさせて。こんなんクラウドやれよね。クラウドの方が絶対いいでしょ。どう考えても。まあでもそうか、最初は照明に登っていくって話だったから、確かにティファちゃんの方がさ、細身で体重もそんなにないでしょうから、知らんけど。ウェイティファーボーナスアングルー。ティファをそういう風な使い方しないで頑張ろう。いや、もうちょっとかな、あそこまで行けば。急に喋り出すじゃん、急に喋り出すじゃん、可愛く。あ、こっち行ける、こっちはいけないか。これ何履いてんだろうな、スパッツかなんかか。やだ、気持ち悪いおじさん、やめて。ティファにそういうことするのやめて。ティファをそういう扱いしてほしくない。ティファはそういうキャラでいてほしくないから。あ、これどうすんだ。あ、こっち行ってさらに登りぬ。オッケー、はあ、もう少しや、ティファ頑張って。まっすぐこっちだね。あ、なんかあの照明登っていきそうだね。これでしょ、もう分かってるから。これきっとさ、これ階段登らせて、あ、こっちじゃねえか。階段登らせてさ、ですげえ上からさ、あの照明いくんでしょ。あと少し、仕上げのジャンプ見ててね。見ててる。誰に言ってんだか知らんけど、行くぞ、仕上げのトン。よし、行こうぜティファ。見てる、俺はずっと見てるからね、頑張って。よし、OK、見てる、おじさん二人見てくれてる？いなくない？え、見てる？見てなくない？見てないじゃん、バレットとクラウド。全然見てないじゃん。で、さっきからこの悪意のあるアングルやめて。はい、いいよ。よいしょ、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 おいしょ、ほっ、おいしょ。あ、で、ぐーんと、あれ、なにこれ。あ、お、ほっ、ほい、おいしょ。全然やり方よくわからなかったわ。はい、あれ、はい、いけ、はい、いけ、よっしゃ、サンキュー、よく頑張って、ありがとう。かわいい、見つかったね。そっから出て出んだよ。これでセキュリティを解除できるかも。マジ、何でもできんな。パソコンにも詳しい。うまくいったな。今何もやってないよな。何もしてないけど。狙われてんな。ま、いいじゃねえか。いや、見られてる。ティファ、研究施設が何階にあるか調べらんねえか。ちょっと待ってね。いや、絶対見られてる。おい、いいようにやられてんじゃねえのか。北条博士の研究施設65階だね。北条、エレベーターか階段で59階のスカイフロアまでは上がれるみたいだけど、そこから上はそのスカイフロアの受付で手続きしないとダメみたい。スカイフロア、ひとまず59階だな。59階、うん、行こうか。